地球防衛軍 4.1-51 もう強撃と書いてあるので挟まれるのは確定なんでしょうね。敵の待ち伏せというわけで、まず味方と合流しましょう。負けているの、誰か指揮を取ってくれ。上の方、どっちへ、上の方を先倒す。このシールドがない方を優先して、でこっちの射撃で、これ当たってないか、射撃当たってれば敵の射撃がそれるはずなので、もっとお互い弾切れ。よーし、まずは1機目、ちょっと見えないぞ。左側はなんか攻撃与えられるみたいなこと書いてあったので、左側、ああ飛ばされた。でまずは片側を、その強撃されないように片側抜けないとね、話にならないんだけど、さて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 、弾切れ、もうちょっとダメージ与えたいが、うまく当たらないな。よし倒した。で奥にはあまりダメージ当たってない感じなので、こっちのランチャーで対応。あー、その前にここ味方が危ないか、ちょっと味方のためにもう射撃でちょっとバラしましょう。ここ、おっとダメージ食らった。これはもう届くかな、アサルトライフル届くんであれば敵の射撃をそらすことも兼ねて。さあ、あとはここのアリをなんとかすると。回復アイテムがあればもう勝ったも同然だが、ありそうか。これも回復アイテム出してくれればよかったが、さすがにそこまで甘くはないと。悪くがない。これ左側を、この射撃がこの縦から出てるんですよね、敵の武器。多分ここを狙えってことだと思うんで、あーでも回復アイテムは目の前にたくさんあるので、ここはちょっと強気でいきましょう。あー倒しきれないか。よーし倒しきったぞ。何かに吹き飛ばされたが、これでもいいんだね。ミサイルランチャーで攻撃するのも悪くはない。あ、もう一体いるのか。これで終わりじゃなくて奥にもう一体いるが、まあ個別に来てくれるんであれば何の問題。うわ、ライフルが切れたタイミングで敵がこちらに銃口を向けたと。あーでもアイテムの確認してから、じゃあ最後の1体いきます。うおーっとー、よかった、耐久値まだあって。どこだ、上から来たな今攻撃が。上登れる場所どっかある。いいな、期待には応えられない。んー、どこだどこだ、こっち側か。あー、よし見えた、頭が見えたので、で敵がまた射撃やってくるが、うわこいつは落ちてこないのかな。落ちてくればそんな苦労せずに倒せそうだか。いや敵は目の前にいるんだけどね、探しましょうと言われても。だから敵は目の前に、ね、いるんですけどね、まあ距離が届かないんでしょうね。うん、よかったよかった。
実はですね、このシナリオ2回目のプレイだったりします。1回目この段階で強制フリーズになりまして、クリアしたことになりませんでしたので、やり直しということで、でゴリアス D2 が手に入ったので、これは強力なミサイル系ロケットランチャーですかね。武器を選んでください。ゴリアス D2 2つまで装備することができます。一発で1200のダメージ。ちょっとリロード時間とかが長いので、使い勝手は難しいところではありますが、ズームもできるので、まあ、遠方射撃するときには有利に運ぶのでしょう。ということで今回は終えたいと思います。